フランチェスコ・ファルネーゼは、パルマ及びピアチェンザ公、ラヌッチョニセイ・ファルネーゼとマリーアデステの次男として生まれた。イボニー・オドワルドニセイ・ファルネーゼの死により、広告の後継者となり、1694年に、公爵となった。兄の未亡人ドロテア・ソフィア・ディ・ネウブルグと1696年に結婚した。兄の一人娘が、後に、 スペイン王フェリペ五世妃となるエリザベッタ・ファルネーゼである。フランチェスコは非常に内向的であったが知的な子供であった。彼は統治者となると広告の財政危機を改革するため祭りや高価なパーティーに制限を加えた。彼が兄の妻と結婚したのは政治的財政的理由からであった。スペイン継承戦争においてフランチェスコはフランスにもオーストリア側にも 友好関係を保った。オーストリアとは伝統的同盟関係にあり、また皇妃、ドロテアの姉レオノーレ・マグラレーネが神聖ローマ、皇帝レオポルト一世の日であった。一方、中イタリアのフランス軍司令官、バンドーム公ルイ・ジョゼフのもとへは、重量アルベローに死去を送り込んでいた。この巧みな外交により、 隣国のミラノ公国とマントバ公国が戦後、オーストリアに併合されたのとは、対照的にパルマ公国は生き残った。フランチェスコには子供がなかったので、死後は同母帝のアントニオが行為を継いだ。ありがとうございます。